どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、でん、ウルトラマンシリーズイベント開催ということで、なんと、ウルトラマンのイベント情報来ております。こういうのなんで先行公開しないんですかね。もう今日からいきなり全部来てるということで、今日はウルトラマンシリーズのね、こちらイベント情報を話していこうと思います。もう新キャラ情報も来てますので、実際に見ていきましょう。まず3種類のガチャが登場いたします。まず、ウルトラマンガチャ2ですね。はい、こちらは新キャラが結構多めなガチャになってるのかな。はい、新キャラセブ、セブン、ウルトラマン&ウルトラマンセブン、ウルトラマンゼロ&ウルトラマン Z、ウルトラマンライジングですね。で、ビクトリー、アーク、ゾフィー、ウルトラマン80で、アンファンスで、ファイブキング、ベムスター、キング・ジョー、ストレージ・カスタム、ガルベロス、シャゴンと、ここがピックアップとなっております。で、1は既存キャラが出るガチャという感じで、あとは星6以上確定、魔法石7個の星6以上ウルトラマンガチャも実装という感じになっております。はい、星5以下が出なくなるので、まあそこが美味しくなるのかなという感じですね。はい、まあ、ちょっと今回はでも新キャラ情報を全部見ていこうと思います。はい。こういうの先行公開すればいいのに、ここで発表されてもね、ちょっと困りますけどね。こんな一括でやばい、多すぎたらキャラ数、何これ。まあで、確定役は誰ですか。ウルトラマンアーク、ウルトラマン&ウルトラマンセブン、ウルトラマンゼロ&ウルトラマン Z は確定ね。 OK、 どっちが確定、こっちがバッチね。 OK、 ちょ、覚えとこう、これみんな覚えとこうぜ。新キャラ見ていくから。で、あとはウルトラマン初心者向け、上級者向け、ウルトラマンウルトロイドゼロ降臨とか、ジャグラスジャグラー降臨とか。わあ、もうめっちゃ情報多いじゃん。先に発表してほしいよね。この一括でバーンって来られてもね。ちょっと新キャラ情報見ていきましょう。まずはゾフィーからです。星6キャラです。バインドスキブ、水火回復、ドロ強、回復エルジ10強プラスエルジ4つです。小学生がスキブ毒プラス浮遊全パラ強化持ちですね。で、進化スキルは26ターンで3ターンヘイスト、4ターン HP40% 回復スキル進化。その後は消せない場合の覚醒無効、全回復1ターン、回復2倍が4ターンで使えます。はい、まあサブとして優秀なキャラではありますかね。3ターンヘイスト、4ターン HP40% スキル進化の4ターンで消せない場合の覚醒無効、全回復1ターン、回復2倍なんで、まあまあ面白そうってくらいかな。ただまあ火力は10強プラスに浮遊に L 字4つだけなんで、まあ、結構低めっすね。で、究極進化後です。バインドスキビオン封印指、回復エルジ10強3つ無効感にスキブ毒プラス浮遊全パラ強化持ってます。はい、まあ、10強3つ無効感に浮遊持ってるんで、まあ火力自体は出せますね。回復エルジもあります。スキルは1ターン指が2倍、自分の攻撃力が上限値が87億6解除、盤面を火水回復の3色陣に変化、シールド1つ赤いが5ターンという形になっております。リーダースキルは水火回復同時でダメージ半減、攻撃36倍、5項目加算、水の HP が 2.4 倍となっております。はい、武器です。冬水火ドロ強 HP 強化指に2ターン無効に2ターン上限60億が20ターンという感じになっております。はい、まあ、3色陣シールドアーカイは面白いキャラではありますが、5体ループするわけにもいかないんで、まあ、何かしら3体入れて1体変換枠入れるとか、無理やり運用するとかになるんですかね。実際使おうと思ったら、まあ、そんなめっちゃ強いキャラではなさそう。普通に、まあ、一応火力も出せるし面白いキャラではあるけど、めっちゃ強いかって言われたら全然そんなことはないと思うので、まあまあまあサポート要員で一応進化前が使えるかなぐらいの感じですね。まあ、星6なんでね。うん、さあ、ウルトラマン、ウルトラマン&ウルトラマンセブンです。これが確定枠ですね。で、しかもこれは3600円の確定枠限定キャラの方で交換できないやつですね。ということでかなり強いはず。バインドスキビオン封印、追い打ち7強6個 T 字に浮遊を持ってます。スキルは6解除し、左足1列を光に、右足1列を回復に、2ターンダメージ軽減スキル進化で、進化後1ターンの間上限70億光と自分の攻撃力が2倍、6解除し左足を光、右足を回復に変化が1ターンです。まああれか、リムドラ系ですね。まあ、ただダメージ軽減になっていて、まあ、あと2段階目では上限解放が使えてエンハンスも打てるっていう感じです。リーダースキルは光5個以上消しでダメージを激減、攻撃38倍、4コンボ加算、光の HP と回復 1.2 倍となっております。小学生スキブ T 字浮遊持っていて、まあ、一応火力も出せるよっていう感じですね。まあ2体で、光回復1列1列生成ができて軽減ループもできるよという感じになります。はい、で、まあ、武器です。光属性スイカ、 T 字スキブチーム HP2 つ、光ドロ強プラス持ちです。スキルは4ターンヘイスト、10ターン内で自分の攻撃力が2倍、上限60億が24ターンという感じになっております。はい、まあ武器は相変わらずぶっ壊れですね。スキブチーム HP2 個に光漏れて、 T 字もあって4ターンヘイストが24ターンはえぐい。
で、まあ一応軽減ループで使えて、生成ループで使えるし、4コンボか3もあるので、周回においてもウルトラマン7はかなり強そうですね。その代わり2体必要という感じになっております。はい。で、ウルトラマン80ですね。こちら見ていきましょう。星6です。バインドスキム封印指、お邪魔パラス、回復L10強3つ無効化持ちです。スキルは6ターン、高速ルーレット1個、生成、サブと時にリーダーと入れ替わる、スキル進化が26ターンでリーダーチェンで使えます。リーダーチェン後は2ターンの間、自分の攻撃力が2倍、ダメージ上限値は80億6解除し、非回復15、生成、シールド1つ赤いが6ターンって感じです。はい、ループでは使えないけど、シールド赤いで使えるという感じですね。リーダースキルは火の6個消しで攻撃力が8倍、3個も加算、全パラ5倍で、一応小学生スキブ10強浮遊全パラ持ってます。はい、まあ、10強3つ無効感浮遊ですね。武器、バインドスキビオン封印回復 LG7 強6個無効感です。小学生スキブ10強浮遊全パラで、スキルは盤面6号マスにダブル吸収無効が3ターンで使えます。まあ、一応これ3ターンで使えるのはめちゃくちゃ面白いですね、これ。なんならこっちがめっちゃ強そう。ね、普通に3ターンでダブル吸収と盤面縮小対策できるので、それが偉いかなっていう感じです。進化前はあんま強くないなと思ったんですけど、進化後は相当強そうですね。ダブル吸収枠として活躍してくれます。武器は火属性追加7強無効感雲耐性持ち武器です。8ターン上限80億に3ターンヘイスト持ってるんで、これも周回とかでは面白そうですね。進化後かなり強いんでそっちで使えそうですね。はい、フェムスターです。星5キャラです。バインド スキブ封印指2つ回復 LG 浮遊3色攻撃4つにガトブレ持ってます。スキルは6ターンの間ルーレットを1個生成、6ターンで1ターン後に発動、1ターンダメージ無効が6ターンです。まあ、ルレループとダメージ無効スキル持ってるっていう感じですかね。まあ、星5キャラなんで別にあれですけど、一応ダメージ無効スキルが1ターン後に使えるタイプのキャラです。ウルトラマンネクサスアンファンスです。バインド封印スキビオンエルチで36ターンで2ターン全員の上限80億変身が36ターンで使えます。変身後バインド封印指浮遊7強6個 TGLG プラス持ちです。スキルは1ターンの間自分の攻撃力が2倍、上限80億 HP50% 減少、6解除し光回復を8個ずつ生成が2ターンで使えます。はい、まあ、なんで、まあ、上限80億で火力も出せて、まあ、自称ある代わりに6解除生成持ちで、このキャラって星6か、じゃあ交換できないんだ。なるほどね。まだ生成持ちで一応火力も出せるよぐらいの感じ。リーダースキルは光回復同時攻撃で 80% 軽減、攻撃力が30倍、光焦げし1個につき攻撃力が 1.5倍、固定500万ダメージです。めっちゃ強いやん、いきなり。まあでもあれか、無効貫通の対応がサブになるとはいえども、まあでも8個生成自分で持ってて、回復44に T 字と光3消しが毎回確定で組めて、でさらにそれに加え、まあでもコンボ加算がないのか、コンボ加算ないんでそこは痛かったりすると思いますが、まあでも 80% 期限固定500万は夢はありますよね。まあ、ただコンボ加算ないから実用的かどうかは微妙。新戦術で使うのが結構難しそうやね。まあ、相方次第って感じかな。武器は光属性追加7強スキブお邪魔プラス光ドロ強ヒドロ強指延長持ちです。スキルは3ターンヘイスト、5ターン最大 HP 光の攻撃2倍が18ターンです。これでもまあ強いですね。はい、でガルベロスです。スキビオン指回復 LG 十字 LG 10強3つ持ちで、小学生スキブ無効感プラスバインドプラス全パラ持ちです。でスキルは4ターンの間火と闇の攻撃力が2倍、シールドに 50% のダメージ、火闇ドロ強が4ターンって感じです。まあ星5キャラなんで別にあれですけど、一応エンハルプで使えるキャラって感じです。でウルトラマンビクトリーです。こちらバインドスキビオンに2ターンヘイスト36ターン変身です。で、変身後見ていきましょう。これレア度はちなみに7ですね。ビクトリーに関しては、まあ、交換できる可能性は十分ありえそうですね。はい。星7なんで。で、36ターン2ターンヘイスト変身で、変身後、バインド、火、光、水、回復、ドロ強、浮遊に3色攻撃6個持ちです。スキルは4ターンの間、火、水、光、回復、ルーレットを1個生成、上限55億、ロック解除が4ターンという感じになっております。はい。一応、シンクロで10強持ってますね。リーダースキルは火水光同時攻撃で 80% 軽減、攻撃50倍、5コンボ加算、指3秒延長というリーダースキルになっております。まあ、結構面白いとは思いますけども、まあ、火力特化なんで封印とかどうするのかとかいう問題はありますし、まあでも相方次第では結構化けそうですね。なんか織姫彦星が七夕とジューンブライドで実装されて、ウルトラマンビクトリーナイトと相性がいい未来までちょっと見えますけど。ビクトリーランサーです。チーム HP3 つ、火、光、水ドロ強持ち武器という感じになっております。はい、サンタダブル吸収に地震属性変化持ってくれてます。次行きましょう。ウルトラマンゼロ&ウルトラマン Z です。こちらが、交換所の確定役になっております。バッチキャラですね。
で、バインドスキム封印指回復エルジ、エルジプラス10強3つ無効感で、スキルは6ターンチェーンシールド1つ赤いスキル進化です。6ターンチェーンめっちゃ面白いですね。最終段階2ターンの間上限70億ダブル吸収無効6解除し3色陣が6ターンです。まあ普通に悪くない、秘密回復3色陣でダブル吸収持ちで上限解放を持ってます。超悪はスキブエルジプラス冬ですね。リーダースキルは火水回復同時でダメージを 78% 軽減、攻撃40倍、2コンボ加算、固定500万ダメージとなっております。はい、まあでもバッチワークってそんなぶっ壊れなキャラは少ないイメージがあるわ。武器冬スキブ封印チーム回復立つ指延長持ちの2ターンヘイスト6ターン軽減指2倍が13ターンですという感じでした。まあ武器はバカ強いね。ここに火属性あるのが痛いですね。これ逆ならいいんですけどね。まあでも普通のキャラって感じですね。ダブル吸収も使えますぐらい、そんな強い感じもしないけど、まあ弱くもないかな別に。で、ウルトラマンアークですね。こちら、確定枠です。バインド封印スキビオンエルジプラスで36ターン2ターンヘイスト遠心です。こちらかなり強いはず。バインド封印指、浮遊10強3つ、エルジプラス T 字10字プラス持ってます。アシスト無効とか、T 字とか、チョークライミとか対策できます。スキルは2ターンダメージ吸収、ダメージ無効貫通、自分の攻撃2倍、上限80億が4ターンです。まあさすがに強いですね。これ弱いってことはないです。リーダースキル光こけしダメージを 60% 軽減、攻撃25倍、5コンボ加算、光の全パラが2倍という感じになってます。まあだからあれですよね、もちろんアークの相方はまあ基本的にこれになるんですよ。さっき紹介した、あれ戻りすぎてんな俺、さっき紹介したこれね、ウルトラマンネクサスになると思うんですけど、コンボ加算の問題点があるので76運用したいなとか、まあ、65で使うんだったらコンボ減少対策がほぼ必須になってくるなとかっていう課題はありますよね。追い打ちがないので当然相方相手になると思うんですけど、そこの課題はありそう。まあでも普通にそこさえ対策できればかなり強そうですね。全パラ2倍、 60% 軽減、攻撃25倍、5コンボ加算なんで相性も良さそうですね、はい、しかもシングル覚醒に10強持ってるんですね。じゃあ強いな。10強打つ冬なん で T 字あるんで10万倍確定なんで、まあ10万確定って考えたらかなり強いですね。武器は光属性追加スキープ3つ、光火回復ドロキョウで2ターンヘイスト全ドロキョウ2ターン最低 HP 全員の攻撃4倍が12ターンです。インフレがすごいという感じでした。はい、ラスト新キャラまだいます。ファイブキングです。星5です。バインドスキープ封印回復エルジ超つなげし2つ、比列3つや比列3つ枝豆にスキープ7強枝豆全パラ持ってます。スキルは2ターンコンボ吸収無効6解除し上段2列を火下段2列闇に変化が8ターンです。結構強くね。はい、もうこんな感じのなんか周回において使えそうな性能してますね、ファイブキング。で、シャゴンです。バインドスキープ封印、チーム HP3 つ、無効感6つに、1ターン 85% 軽減、自分の攻撃3倍、6解除3色陣全ドロ強が8ターンです。まあ、という感じ。スキブ、攻撃キラー、体力キラー、全パラ強化を持ってるキャラです。まあ、チーム HP3 つに無効感6個で使えるよぐらいの感じ。85% 軽減は面白いですね。はい。お、最後、ウルトラマンライジングですね。こちら見ていきましょう。バインドスキープ封印、ギビ2つ、10強3つ、十字プラス、T 字持ちです。小学生スキブ回復エルジ冬持ってます。まあまあまあ。で、3ターンヘイストシールド破壊スキル進化で全ドロ強1ターンルーレット1個生成1ターン指光自分の攻撃力2倍が3ターンって感じになってます。まあ一応ルーレットあって指延長光属性エンハンスあるぐらいの感じですかね。リーダースキルは76マス、光の全パラ5倍、光こけし1個につき攻撃 2.5 倍、2個も加算っていう感じでした。まあうん、交換できるのかな、ちょっとわかんないですけど、まあでもなんかそんな別にめっちゃぶっ壊れかはしないけど。で、進化後です。バインドスキブ封印7強6個 L 字プラス TG10 字プラス持ちで、小学生はスキブ回復 L 字浮遊持ってます。でロック解除し上から2列目横1列を光に変化、シールド1つ赤が4ターンです。偉いなこれ。リーダースキル光こけしダメージ半減、攻撃36倍、固定1000万ダメージ、光の HP が 2.3 倍、回復が4倍という感じになってます。こっちの方が強そう、相方は普通に。アークの相方1000万固定持ってるんで、こっちの方がワンチャン使えるかもしれないですね。全然1000万固定やっぱでかいんで、新戦時やる上で、うん。で武器浮遊雲回復ドロ強という感じになっていて、消せない場合の覚醒無効全回復、3ターンダメージ半減、 HP40% 回復か10ターンという感じでした。はい、まあという感じでね、ウルトラマンの新キャラでした。いかがでしょうか。ちょっとまあね、サクッとだけおさらいしますけど、まあウルトラマン、ウルトラマン7はまあ、生成ループで軽減ループもあって、2体でループできるんで、まあ、リダフレ運用でも結構楽しそうな感じはしますね。まあ、追い打ちとかも別に自力追い打ちで解決できるので、まあ、ウルトラマン、ウルトラマン7はシールド破壊もできる点も考えると、かなり強そうな感じはしますね、周回として。AT は進化後が6号マスダブル吸収無効3ターンなんで、これはかなり強そうかな。で、
まあ、ネキサスも面白いんですけど、固定500万だけがちょっとネックかなっていう感じですね。まあ自分の攻撃2倍、上限80億、HP50% 減少、ロック解除生成が2ターンはかなり強いので、まあそこは使い道良さそうですね。はい。あとは、まあ、ゼロ Z は確定枠だけど、バッチ枠なんでそんな強くない。ただまあ武器はさすがにぶっ壊れ。まあキャラも面白いですけどね。使い道がちょっと難しそう。火水回復キャラが強くないんで。アークはさすがに強いです。まあ全パラ2倍 60% 軽減で実質 HP5 倍もあって、攻撃50倍でココモカさんも使えます。まあ、無効感ダブル吸収無効が2ターンで使えるとこもあって、しかも自分の攻撃2倍上限80億3属性持ちなんで、まあさすがにアークは強いと思います。という感じですかね。はい、まあという感じで今回のウルトラマンでした。まあね、もう来週の月曜からすぐ始まりますんで、ぜひ皆さんチェックしてあげてください。既存キャラ強化超から強から来ます。強いキャラバンバン既存で使っていこうと思いますので、次パート2で既存キャラ紹介していきます。絶対みんなパート2もチェックしてね。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。